か自分の後誰かなって覚えられた人すごいね覚えられた。でこれも全部野球につながるから覚えておいてほしいんだけど、前後誰なのかな、お友達が誰か他の子が分かってなかったら、それをじゃあ自分がこの子のことを今次だよって言ってあげられるのかなと。自分のことだけじゃなくて他の人のこと考えてあげる。リーダーになるにはチームのこと考えなきゃいけないから、他の人でできてない人のことを自分だけじゃなくて自分のことまずできたら他のこと考えるようにする。でじゃあこれ先を見て次何番だよ、この次誰が来るよって先を見れるようになるとどういうことが起きるかって言ったら、当然だけどグラウンドの中で起きる先に起きること分かるようになるから。意味分かる？例えばじゃあいいバッター来ました、全員で声かけて、このバッター多分長打出るからもうちょっと外野調整しようよとか、監督コーチに言われなくてもそういうことに気づけるようになるから、そのための気づきをこのスクールの中では結構細かく入れてるから自分たちなりに考えてやってほしいの。難しい要求してるから、分かる？難しい要求してるから、しかも初日で知らない人といきなりコミュニケーション取るの大変だけど、これからじゃあ自分たちが中学校野球行きます、高校野球行きます、大学野球行きます、もしかしたらプロのテスト受けます、セレクション行きますってなったら、いきなり知らない環境の中行ってバーンって結果出さなきゃいけないから、だからそういうところにもつながってくるための準備をしてもらってるから、だから次回からオーバーコミュニケーションって言って喋りすぎてもいいから、相手のことを知るためにどんな人なんだろう、どのチームなんだろう、誰のこれがどの人のヘルメットなんだろうとか、誰のバットなんだろうでもいいから、何でもいいから相手のことを知る努力をする。そうしないとチームになってこないから、はい、OK。 でもう一つ今日1試合目にしてはすごく本当に良かったんだけど、両次郎のケースが多分みんなにもすごくいい勉強、スタディケースで勉強できることになるから、これちょっと1個説明するけど、今日先発ピッチャー行くとさ、どうしても緊張しちゃうでしょね。いきなり先発行きますって言われたら多分緊張する子の方が圧倒的に多いと思うんだよ。で緊張して今日もじゃあ両次郎1イニング目、デッドボール与えて、その後アップアップしてるとこで2人目の打者またヒット打たれて、本人的にはこれ困ったなってなってるわけで、みんなそうなる、絶対そういう状況だったら緊張もしちゃうし、フォアボールとかデッドボール出してその後打たれたら余計に精神的に追い込まれるから。だけどこういう時に覚えておいてほしいのは、野球は必ずこれをうまくその後リセットできる方法っていうのがあるから、良次郎にはさっき話したけど、そういう時は1回ちゃんとマウンド外れて歩いてきて頭の中ちゃんとクリアにしてから戻る。なんでかっていうと流れが悪くなってるから、流れを止める状態っていうのを作んなきゃいけないから、キャッチャーが気づいたらキャッチャーが行ってもいいし、自分でできるんだったら自分でまずマウンド外して、バッターボックスだったらボックスアウトって外して、そこで時間作って戻るって行為をする。これテクニック一つで、もう一つプロでも立ち上がりってものすごく難しいから、メジャーリーガーでも日本のプロ野球で30セーブ上げるような人でも、立ち上がりとか1イニング目のマウンドってすっごい難しい。なんでかっていうと、心拍数って言って人間の心臓が動いてる回数、これ2イニング目行ったらある程度心拍数がここの位置に来るって決まってんだけど、1イニング目ってそこの心拍数出せないんだよ。だから肉体的にも2イニング目投げてる状態作れないから、だから1イニング目の立ち上がりって難しいのね。体がうまく動かないのは心拍数が2イニング目の状態になってないっていうことがすごく科学的に言うと大きいから、だから次今度今良次郎にチャレンジしたのは、じゃあ次1イニング目行くときに2イニング目出すぐらいの心拍数上げてアップしてください。これは他のチームも同じね。他のチームの先発、例えば次の試合先発するときに自分が緊張しちゃうなって思ったら、心拍数はわざとちょっと上げて、心臓がドクドクしてるような状態で2イニング目に近いんじゃないかなっていう状態で入っていくようにする。でそれでダメだったら、さっき言ったみたいにまたそれもまたリセットするために回る。 OK。 それでダメだったらその日もダメだ、そういう日があるから野球は。 OK。その時はちゃんとそれを受け入れる。だけど言ったみたいに、去年も来てる子たち分かると思うけど、野球選手の評価っていうのは一番悪かった時の次のアクションだから、分かる？凡打しました、その次のアクションだから。でじゃあヒットバイピッチしました、ヒット打たれました、その次のアクションだから。だけどリカバーちゃんとしたでしょ、2イニング目3者連続三振取ったでしょ、ここが評価なんで、たまたま今日結果ついてきたけど、だけどついてこなくても
今日一番最初に言ったみたいに自分たちでそこのちゃんと結果が出るかどうかは分からないけどそこに付随する姿勢分かる手抜かないこと、はい、自分の中でのベストを作ること尽くすこと、はい、だからそれをこの残りの4回見てるのでさっき言ったみたいに数字だけの判断じゃないのでそういうとこ細かく見てるの で言ったみたいにじゃあバット引きやってる子チームの、周りのみんなのためにヘルメットとかちゃんとやってる子とかボール管理してる子全部見てるので見てるのでそこも含めての評価なので、そういうことを次週からも念頭に置いてやってください。はい。